今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム、二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、超久々のオフィシャル時事男子でございます。時事男子でございます。あの今日、2020年の8月2日、前の動画で、要は高須委員長、高須委員長が8月に、その署名運動やりますみたいなことを言ってたんですけども、まあ、それに合わせて7月31日、高須委員長が大村愛知県知事リコールで署名を集める請求代表者の申請を7月の31日に行いましたと。でそれが、受理されましたよ。で8月の半ばぐらいから署名活動が始まるらしいんですけども、必要な署名が86万5千人分ですと。で我々、微力ながら、もうこうやって決意状とですね、欠板書も我々ちょっと名前も隠して届きましてですね、ここにあの領収書とあって、高須克也の文字とこの印が押されている、この印はあの高須院長の血で血で染めたと言われる欠板状でございますと、ありますと、要はでここに高須院長から決起文が立ち上がれ立てよ国民と県民ですかね、県民立てよ県民ということで、決起状とこうやって欠板状も届きましたよと、届きましたと、我々も戦ってますと、で、まあ、ここで伝えるべきは、その県外の人でも関係がある話なんだよと、そのこういったですねはがき、こういうはがき、やろまい愛知県知事リコールの会っていうはがき、まだそのはがきを受け取ることはできてないんですけども、ここに書かれている内容としては、日本を普通に愛する皆さんと、1番天皇侮辱動画を隠して出品しましたよと、反日プロパガンダのものを作品として、出しましたよ、どういう内容ですかっていうと、昭和天皇の写真をバーナーで焼いて踏みつけるものですと。で2、日本兵士侮辱、要は日本兵士のことを、まあ日本兵士の死を間抜けな日本人の墓っていう表現をしました。で3、慰安婦像を出した。これ今韓国で揉めてます。揉めてますね。あの要は実際に、そうあの慰安婦だったっていう女性が出て、その女性がお金をもらってないって言い出した。すると、の停滞協だったかな、その会の人が、いやお前、そうじゃないじゃん、君慰安婦じゃないじゃんって言い出した。これ何が本当なの？だし日本としてはもう、不可逆的に、その話はしないでねっていう意味で、お金を払ってます、もうこれで解決したっていうのは解決、もういや話は持ち出さないでねって言い出した後で、慰安婦像ができ始めた、で政府はそれを止めない、韓国政府はそれを止めない、っていうのが、で結局その帝太教も、その名乗り出た女性も、どっちもなんか揉めてる。で4、愛知県のまあコロナ感染者495名の情報を漏洩しましたっていうこの4つを論点として、でいやじゃあでも県外でも、税金、これ税金として、名古屋市は1人 137.8 円、税金として持ってかれますと。で愛知県民としては1人 78.1 円、税金としてこれに払われます。で国として1人 0.5 円払ってるよっていう話なんですね。で要は、愛知県投票できるのは愛知県民だけですけど、いや全国これ関係ある話だよっていう
ところでございます、うん、で今すごい気になるのが、うん、今このコロナ禍で、うん、東京大阪増えてます、うん、感染者が増えてます、うんうんうん、重症者は減ってるっていうのはあるらしいんですけど、うんうん、感染者は PCR 検査が増えたから感染者は増えてます、うんうんうん、でも重症者が少ないっていう中で、うんうん、そのやたら今ね、うん、大村知事のメディア露出が目立ってるんです、うんうんうん、要は名古屋でいうと金さんっていう繁華街、うんうんうん、まあ、夜の街があるんですけど、そこにでビラを配ってる、うんうんうん、で大村知事はこのコロナ禍でね、うんうん、体を張って頑張ってるんです、うんうん、っていうのはテレビでめっちゃ流れるんです。流れますね。流れるんです。めっちゃ流れるんですよ。で親はそれを見て、うん、ああ県知事さんも頑張ってるねみたいなことを言うんです、ね、うんうん、で逆に、うんうん、例えばその高須イエス高須、うん、高須委員長、うん、川村隆さんが、うん、練り歩くじゃないですか、うんうん、でその時にいろいろプラカードを持ってるんですね、うん、その持ってるプラカードとしては、うん、例えばその天皇を、うん、天皇陛下を燃やすな、うんうんうん、天皇陛下を燃やすな、うんうん、それを作品にするな、うん、っていうプラカードは消すんですね、うん、カットするんです。意図的、意図的なのか、まあ、意図的でしょうね流さない権利を行使してるのか、うんうんうん、映さずに、うん、なんかそのこのコロナ禍で人を集めて練り歩いています、うん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 、ここの天皇陛下を燃やすのは隠します、うんうん、みたいな形でテレビに出す、うんうん、一方大村知事は、うんうん、このコロナ禍で増えないように頑張ってます、うん、練り歩くなんですね。でもっていうのがこれが今の愛知県です、うんうん、まあ、愛知県だけじゃないかな、だけじゃないと思うんですけどね、うん、っていう中そので川村市長、うん、名古屋市長も、うん、高須委員長に、うん、そのいや今こういうご時世だから、うん、ちょっと控えたらどうだ、うん、活動をね、うんうんうん、おやめください、大村秀明愛知県知事の行動をやめませんか、うんうん、って言った時に、いやもう命を落としてね、うん、血盤上で血の印を押してでも俺は戦うんだ、うん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 、って言ってる、うんうん、これはもう我々もやらねばと、やらねばと、基本メディアはもう大村知事さんの方にいいじゃんで流れてる、うん、いいじゃんに流れてるどころかですよね、はい、このニュースやらないですもんね。全然やらないです。全然やらないです。うん、僕もこの先ほど7月31日 の、うんうん、申請をしたよっていうのも、うんうん、ツイッターを追ってツイッターから行きましたからね、うんうん、その高須さんが自ら上げてる、うんうん、ツイッターにその記事が載ってて、うんうん、そっから行くみたいな、うんうん、そんなレベルです、ね、だから全く出てこない、出てこない、うん、はい、で出たとしてもそれでカットされるんですよね。カットされる、カットされます。天皇陛下を燃やすなっていうのはカットされるんですよ、うんうん、ちょっとね偏ってる感じがしますよね、かなりね、うん、でまたちょっと悲しいのがね、うん、こういうのを上げるじゃないですか、うん、で前1回目上げた動画で、うんうん、僕ちょっと怖かったのは、うん、いや俗に言う左巻きの方々、うんうんうん、左派の方々から叩かれるんだろうなと思ったんですよ、うんうんうん、そう思いましたよね。思いました。どうやって戦っていけばいいんだ、うん、ってことで前を向いていたら、うん、左の方を向いて立っていたら、うん、切ってきたのが仲間だったんですよ。要は右の方々から、うん、君たちはふざけとんのかと、うん、ふざけて動画を上げるなね、うん、みたいなことを、そう笑いながらみたいな、いやそう言われる、怒られるんですよ、うん、背中を切られたんですよ。そうで左の方からは何も言われないんですよ。何も目に留まってもないですよね、はい、一応これこの動画、うん、前1本目の動画は2000、まあ少ないですよ、2000回ぐらい、うんうん、2000回ぐらいの、うん、動画視聴回数しか回ってないんですけども、うんうんうん、切ってきたのはみんな仲間だった。そう。なんで、なんですかね。これは何なんですかね。ってちょっと思ってます。うん、そっちこうやめさせたい側じゃないのって。そうだったら
うん、あ、まあ笑いながらやるなって言いつつ頑張れじゃないのって、うん、で俺たちも協力するようだとすると、うん、あの県外からでも、うん、そのリンクを貼っておきますが、うん、あの寄付はできます。寄付はできます。寄付をするとこうやってこういう欠板状が、うん、名前が出ちゃうのあれなんですけど欠板状が届きますと、はい、届きます。で一緒に戦いませんかと、うん、でこのコロナ禍で結構、うん、名古屋市もどんどん今元気がなくなっている、うんうんうん、仕事をしていないお年寄りからは、うん、大村知事頑張ってるねって見えるかもしれない、うん、テレビしか見てないから影響ないからですって僕自分たちはね年金もらって年金もらって、はい、働かなくても別に年金もらってるから、はい、ただ止められた方が、うん、方はもう ブーですよね、うん、基本基本あの遠佐の声は、うん、方々から聞こえてきます、うん、テレビではやらないですけどテレビではやらなくて、はい、で多分テレビを見てるのがそれお年寄りだからですよねだから大村知事が頑張ってるように見える今、うん、構図が名古屋市あの愛知県で繰り広げられている現状でございます、うんうん、でこの偏った報道はまあいいとしても、はい、反対側も欲しいんですよね僕としてはああそう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 だって全部そうじゃないですか、はい、で基本その東京大阪をディスりながら、うん、やることといったら、うん、後追いの施策、うんうん、っていうのもなんかどうなのと、ね、で東京と大阪ディスってましたもんね、はい、でどっかいて、うん、最近の大村愛知県知事が、うん、リコール活動は誹謗中傷だっていうことをおっしゃってるらしいんです、うんうん、でそうなのかと思って、うん、誹謗中傷の意味を調べたんです、うんうん、で誹謗中傷の意味を調べると、うん、誹謗中傷の意味としては、うん、根拠のない悪口を言いふらして他人を傷つけること、うんうん、近年では、インターネット上での被害が拡大傾向にあり問題となっていると今、うんうん、ウィキペディアからちょっと引いたんですけども、うんうん、いや根拠がなくはないでしょと、うん、出てたじゃん全部や事実だよね事実だよねであの名古屋市に対して、うん名古屋市に対して、うん3300万支払えと、うんうん、裁判を起こしたと、うんうん、いやいややってるやんって、うん、あので、選ぶのも国民だし、うん、選ぶ権利も国民にあって、うんうん、下ろす権利もあるんですよ、うんうん、だから別に誹謗中傷ではないよと、うんうん、でちょっと思ったりとか、うんうん、事実無根だっていうことが言いたいんですかねいや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 事実でしょってそうであとその大村知事を守る声として、うんうん、こんなコロナ中にやらなくていいじゃないですか、うん、みたいなのがそのヤフーの、うん、ヤフーとかそういったネットのコメント欄に出るんですね、うんうんうん、いやもうそんな活動やめましょうよみたいな、うんうんいやいやいやそんな活動中そんなコロナ禍で名古屋市を訴えたのはそっちじゃんみたいな、うんうんうん、そうこのコロナ禍に、はい、っていうこんな顛末は一切テレビには掘りに行かないと出てこないっていうこの中でねちょっと苦戦を我々区民としては欠板状をもらった区民としてはちょっと苦戦を強いられるようなメディアでやらないっていうのが一切見ないですねそう、はい、っていうところで、うんはい、まあ、半ばから8月半ば、うん、2020年の8月半ばから、うんうん、歴史的な戦いが、うん、まあどうなるかちょっとわからないですけど、うん、始まりそうですよね始まりますが、うん、まああのあとねその取り上げたいこととしては、うん、その愛知県会議員、うんで要はその県知事ふさわしくないかっていう不信決議があった時に愛知県会議員でその不信決議に賛成したのは一人名古屋市西区の島袋さんという方だけ勇気ありますねそうみんなこう反対要は自分らが愛知県会議員が OK って言ってやらせたものなので、うん、それは自分たちが OK いや多分見てないんでしょうね、うん、どんなものやるかとか、うん、どんなものやるかを見てないとか、うん、あとはそのやった側が
それを隠してたらしいんです、うん、要は、天皇陛下の肖像を燃やして、うん、バーナーで燃やして踏むみたいなのは隠してたらしい、うんうんうん、だから多分チェック不足なんです、うんうん、要はそれを指摘される、うん、要は自分らのミスじゃん、うん、っていうのが言われる、うん、そうです、それはそうですよね、うんうん、その今のことを言ってることを認めて、おそうですねって賛成すると、うんうん、自分たちの非を認めてるわけですから、うんうんうん、ヤジが飛んだらしいんです、うんうん、そんなことすんなよと、賛成なんてすんなよみたいな、うんうん、すごい勇気ですよね、なんかそうだけで、なんで私が思ったのは、うんうん、そのまあ年収2000万ぐらいらしいんですね、うんうん、川村名古屋市長曰く、うん、まあ県会議員になると、うんうん、まあ大体2000万ぐらいもらっとるだろうと、うんうん、っていう人たちがどんな仕事をしたのか、うん、っていうのはとても気になるし、うん、でいろいろ、まあ私ここ春日井市なんですけど、うんうん、春日井市を見ると大体そのまあ聞いたことのある5回目6回目の人が多い、うんうん、まあ看板とかを引き継いだんでしょうね、地盤とか春日井市の人、人、まあ、6人ぐらいいて、5人ぐらい、うんうん、5人かな、6人かな、いて、うんうん、まあ、5回目、6回目みたいな人ばっかですよ、うんうん、あ、もう地盤があるんでしょうと、うんうん、だとしても、じゃあ私としては、うん、あのこの動画の概要欄に、うん、あの愛知県会議員載せておきますと、うん、賛成した人、反対した人、うんうんうん、載せておくので、次の県会議員の選挙の時に、うんうん、あ、この人たちは今回のこの活動に、うん、あの、なんていうんだろう、賛成しなかった人たち、賛成しなかった人たち、要は、うん、自分たちが悪いことをしたっていう、うん、あのこと思ってない、うん、でそこを知りたいですよね。天皇陛下の写真を燃やすのはいいことですか。あ、そう、そうなんですで今回あの、うん、あの韓国で慰安婦像に安倍首相を土下座させるっていう裏技が出たじゃないですか。出ましたね。それはさすがに立憲民主党も、うん、あの一応批判のコメントを出したんです、うんうんうん、日本共産党は出してないですけど、うんうんうん、あの政府がやったことじゃないから、うんうん、で華麗にスルーをかましたんですが、立憲民主党でもそれはダメだ、うんうんでもさ、あ、ダメだって分かってるんだと、うんうんうん、そういうことをやるのはね、うん、じゃあそうなんですよ、うん、あの燃やすのは OK ですかって、 OK です、 OK だと思ってるんですねっていうことですよね。そうそうそう、はい、あれは OK の範囲なんですね、考えそうっていうことですよね、うん、楽しくなってきました、はいはい、もうそれが聞けないからあれですよね、はい、っていうところで、うん、この動画を見てまたどんな方が、うんうん、私たちの背中を切ってくるのかと。切ってくるまあ大丈夫です、切られても大丈夫です。あ、まあまあまあ、まあはい、殺さないでくださいと、はい、っていうところで、うん、すいません。いえいえ。なんで次はあの投票してから、うん、してから、そうですね、はい、投票してきました、しましたとか、署名、あ、そうか、署名してきましたっていう動画で、うん、動画でご挨拶して、はい、結果でご挨拶してみたいな、うんうん、ところですかね、はいはい、ところでございますと、はい、高須議長応援してますと、応援してます、鉄板状届きましたと、委員長届きました、届きましたっていうところで、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。